はいどうも、ルルシでございます。本日はモンストのガチャを引いていきたいと思います。すごく今更感がすごいんですけども、私モンストのマルチガチャ7周年記念のこちらのガチャまだ引いておりませんので、ちょっと今からツイッターでちょっと募集しまして、来ていただいた方と一緒に引きたいと思います。すいません、私ほんとぼっちなので引く相手がいなすぎて、ちょっとね皆様のご協力いただけましたら嬉しいでございます。私と一緒のぼっちみのみんなと引きたいと思います。はい。いや、私基本的にゲームは結構ソロプレイヤーなことが多いので、もうキリトくん状態なので、こういうマルチなイベント来るとちょっとって感じになるんですけども、はい、ぼっちのみんなと引いていきましょう。イエーイ。はい、皆さんご協力ありがとうございます。まっつんさん、あおやさん、ぼっちのみんなも集まれば怖くない、怖くない、いきますよ。私はちなみに火を引きます。はい、火を引きます。闇か火で迷ったんですけど、火がいいですね。ありがとうみんな、ぼっちの私が4人で弾けた、やったね、嬉しいです。いきます。ストライク、ショット、お願いします。どうだろうどうだろうどうだろう、これ楽しいな、これ。ちょ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 い、そういう感じですか、そういう感じですか、そういう感じですか、やっぱそういう感じなんだね、やっぱそういう感じね。いや、この中だったらどうしよう、迷うわ。ちょっと迷ったんですけども、私はこのトパーズにしたいと思います。比較的新しいようなキャラだと思うんですけど、はい、トパーズにします。いやー、やっぱなかなか、もうね、いろんなね周りの声を聞いたんですけども、もうなんかゴミしか出なかったみたいなそういうことを聞くので、あまりね期待はしなかったんですけど、まあまあまあ、嬉しいです。トパーズは確か持ってなかったのでね。ありがとうございます。トパーズさんでございました。皆さんの結果をね、ちょっと見ていきたいと思います。どうでしょうかね。はい、ということで結果こんな感じでした。まず私はトパーズさんです。ゴッホ、ルイス・キャロル、そして、これなんて呼ぶんですかね、この方。ちょっと私、ゴッホ持ってる。トパーズ持ってないんで、やっぱり。あとは、ルイス？あ、持ってるやつ。これなんて呼ぶんだろう。穏やかなる花の国の、この子だな、きっと。いやー、めっちゃいるやん、この子。めっちゃいるやつ。はい、ということで、マルチガチャ引いてったんですけども、まあ、ゴミとまでは私は言わないです。全然トパーズ持ってないし、持ってないキャラが1体でも来てくれたので、よかったかなと思います。今回マルチガチャご協力いただいた、3名の皆様、ありがとうございました。いやー、ちょっとね。今後もこのマルチ系のガチャが来た時はご協力いただけると嬉しいでございます。もしこのマルチガチャで本当にいいキャラ、ラプラスとかそういういいキャラが出た方もしいたらコメント欄で教えてください。私周りの話聞いてると全然聞いてないので、いいキャラが出たって話がね。なのでもし出た方いたらコメント欄でご報告をお待ちしております。では本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。少しでも楽しんでいただけていたら嬉しいでございます。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしておりますので、よろしければポチッと押してみてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。じゃあねー。